はい、皆さんこんばんは。本日はモッキンバードを作りたいと思います。このカクテルはテキーラをベースにミントのリキュールとライムジュースを加えたカクテルです。テキーラの癖をミントの爽快さによってとても飲みやすく仕上がった味わいとなります。それでは作っていきましょう。このカクテルはシェーカーを使います。まずライムジュースを15ミリ入れます。次にミントリキュールを15ミリ入れます。テキーラを30ミリ入れます。お待たせしました。モッキンバードです。